皆さん、こんにちは。千葉、木更津のヒーロー、法人やつぎ、大和たけるの花田すぐるです。天神木更津、立花まりの辻彩香です。法人ガイオン、指導ガイドの新田正樹です。やつぎ魂は昨年、映画を制作、そして、今年も映画制作の予定をしております。はい、ですが今年は、やつぎの映画ではなく、日本中のローカルヒーローの映画制作を予定しております。そしてこのローカルヒーローの映画なんですが、日本全国の劇場で公開したいと思っています。はい、皆さんの協力をね、ぜひよろしくお願いします。はい、それでですね、前回よりもかなり規模が大きくなるため、私たちやつぎだけでは賄いきれない制作費を、今回はクラウドファンディングといって特殊な方法を使って皆様のご協力を募りたいと思います。目標金額は350万です。はい、はい、そうですね、僕たちを応援してくれてる方々、そして、協力してくださるヒーローの方々、ぜひですね、この企画、チャレンジしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。今回クラウドファンディングが目標額に達し、映画が制作、そして公開され、その収益の一部を世界のポリオのワクチンを提供している JCV さんに一部提供いたします。はい、ポリオという病気について説明させてください。ポリオという病気で、世界中で苦しんでいる子どもたちがいます。どういう症状が起きるかといいますと、体が麻痺したり、呼吸不全で、息が苦しくなって、こんな小さな子どもたちが、死に至ることがあります。はい、日本では生後3ヶ月頃に予防接種として市や区から無料でこの予防接種を受けれています。もちろんここにいる私たち、そして今生まれたばかりの子どもたちももちろん市や区から無料でこの予防接種を受けられているわけですが、まだまだ貧しい国ではこの予防接種が受けれてない子どもたちがたくさんいます。そんな子どもたちがね、いることをこの映画を通じて皆さんに知ってほしいと思っております。僕たちヒーローは世界中の子供たちのために立ち上がります。ローカルヒーローの皆さん、そして応援してくださっている皆様、ぜひですね、世界の子供を救うために僕たちに協力してください。僕たちだけの力では足りません。皆さんの力を貸してください。とても簡単なことではないことは分かってます。でもこの機会に、この夢のあるチャレンジに皆さんで力を合わせて、そうすれば子供たちに何か伝えられると思います。全国各地のローカルヒーローの皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。